始まりました。ザ・ノイジーズ。お。お届けするのは私、北山智之と。バッキー小林です。よろしくお願いしまよろしくお願いいたします。ということでね、ノイジーズオリジンがやってきましたっていう。なんかオリジン弁当みたいで嫌ですけどね。そう、オリジンって言われるとオリジン弁当ってすぐ言いたくなっちゃうんでね。うん、そうですね。豚汁がね、うまいんですよね、あれ。わって入れてくれて、ね。本当に。まあもう北山さんと私の思い出は中尾ですけどね、食べ物のなんかね。中尾が思い出ですか。僕千年そばの方が。千年そばは俺があれじゃないですか。朝からコロクそば食って驚愕したのがよく覚えてるんじゃないですか。あれはちょっとたまげたぜってなりましたね。いや俺はだってあの後肉体労働でしたからね。だっていやーすごいなと思いましたよ。もう僕あれですよ、山菜そばとかですからね。あれもね、今日はね朝からステーキ食っちゃいましたね。かっけえ。ニボーンですか、まさか。まあ、あの安いやつね。血の滴るようなやつを。なんかあの調理済みで科学的に肉を柔らかくしたっぽいあのステーキあるじゃないですか。努力をよっしゃーって食ってみます。あれでしょ、こうなんかわかんないけどタキシードみたいなの着てよくわかんないでしょ。もちろん下は何も入ってない状態で食べてました。ああやばいですね。スネークマンショーみたいなやつですね。ね、戦争反対って言いながらあえげあえげって。いやまあね、まあいや、そんなやばい肉でも美味しかったです、うん、いや美味しいですね、はい。まあ、ということで、前回ねやって、まあ何ですか、僕のシリーズとしてはまあまあヒットした方ですね。いやなかなかよ、あのかなり良かったですよ、うん、最近ほらもうだって1000超え再生がもうバンバンもう飛び出してるじゃないですか。そんなね、YouTube 界は甘くないですから本当に。本当ですか。もう見に行ったら1200再生1000再生ってバーって見えるから、僕のねあの春日だか春日の話だかよくわかんないやつはこう忘れ去られていってる感じですけどね。大丈夫ですよ、もう話的には本当にね、最近の北山さん以外が狙いすぎてるんで、やってる方として楽しいですよ。ああそうです、北山さんの話、あの答えのない音楽会ね。題名のない題名のない音楽会ね、まあ、答えのない、まあいいんですけど、はい、なのでそのシリーズ第2弾ということで、80年代、まあ、90年代も少し含むですけど、ロボットアニメの、オープニングベスト10をちょっと語ろう。まず第10位です、 SPT レイズナーですね。あ、レイズナー10位ですか。レイズナー10位ですね。寂しいですね。10位なんですけど、これは入れないといけないっていうやつですよね。もうだって私の心のアニメですから、ゴステロは。そうですね。この当時のアニメのオープニングの中では画期的というか屈指の出来なので。そうですね、はい、ですので、レイズナーちょっと行きましょうか。はい、押せますね。あの概要に全部 URL をね貼り付けてありますので、はい、一応貼り付けてありますので、見たい方は同時再生というか、はい、そうですね、見てください。はい、ということで、青木隆生 SPT レイズナーです、どうぞ。もう俺はね、かっこいいっすよ。うん、まあ、曲もいいんですけどね、非常に。なんというかちょっと当時の暗い感じのね、主人公をこうなんか極めた感じですよね。ああ、これトンファー持ってる時期だ。最高ですよね。まあ前も話したと思うんですけど、高橋涼介さんはね、いろんな人の意見をどんどん取り入れるのが早い人なんで、うん、まあ、当時流行ってるものはもう極力この中に盛り込んでるという。ね、取り入れすぎましたね、これはね。いいんじゃないですか。こうなぜって思いましたからね、これ見てた時。まあこれとかジリオンとかね、やっぱすごかったですよね。ジリオンは良かったですね、おもちゃのね、うん、あの、うん、じゃじゃじゃん。本当にね素晴らしいのはね、今回の中で出てくるとんでもシーンが一瞬入るっていうね。最高ですね。いやちゃんとあれじゃないですか、俺が大好きなゴステロが暴れ回る回じゃないですか。そうなんですよ。これを挙げられた方も分かってらっしゃるって感じですよね。いやもうセリフがね本当に楽しいですけど、まあもうちょっと今普通の地上波では流しちゃいけないキャラクターですからね、この人。そうですね。首の骨をへし折れる音を聞きながら死ねえですからね。絶対言っちゃダメですよね。
はい。まあ、これが10位なんですけど、まあ、何がすごいかって言ったら、この、まあ、疾走感ですよね。走ってる、バイクに乗るっていうのが、うん、ずっとこう、横に走るんじゃなくて、縦に向かってやってるんですよね、うん。これがね、非常になんか、このレイズナーのスピード感っていうか、うん、を示してね、非常にかっこいいなっていうのは当時から思ってましたね。うん。うん、なので、10本上げるんやったら絶対入れなあかんねんけど、じゃあ1位かって言われると僕はちょっと違うので。いや、1位でしょう、これは。ゴステロが。ゴステロはね。まあ、それはパキさんのこう思い入れなんですけど、まあ、そういう感じでちょっと入れさせてもらいました。はい。はい、ということで、そのまますぐ9位、9位いきたいと思います。はい、これもね、10本の中で絶対入れなあかんのですけど、5位までやとちょっと入れにくかった。はい、いきましょう。戦闘メーカー、ザブングルです。あー、これもだけど、この順位はちょっとなんか、俺の世代からすると低すぎる感じしますけどね。いや、10戦には絶対に入れなあかんのですけどね。うん。まあもうこれはちょっと、早速押しましょうか。はい。ということで、戦闘メーカーザブングルオープニングです。どうぞ。はい。もうシルエットから入るし、まあ何しろこの朝日夕日眩しすぎますよね。でね、なんか掘られてんすよね、よくわかんない岩に。ザブングルってこの辺のもう意味不な始まり方が最高ですね。これはもう元気出ますよね。いや、縦に走ってきますからシルエットが。いやー、影の使い方がかっこいいんやな、全部。もう歌がいいから普通に聴いちゃいますね。いやー、いいですね、串田明さんのね、うん、いい歌です。しかもこれはカラオケでも歌いやすい音程ですからね、私みたいな。そうなんですよね、うん、でゆっくりロボットが出来上がっていくでしょう。最高ですよね。いや、最高じゃないですか。アニメーションでマガジンチェンジやるってのも珍しかったですからね、この時は。いや、そうですね、うん。いやー、もうね、まあ、前期ですね、後半になるとあの別メカがその前に立ちなが、うん、そうなんです、ね、ちょっとそれは違うんですよね。というか、もうさっきおっしゃる通り、マガジンとか、あれ銃のあれとかね、こんな丸い顔の男がやると思わないじゃないですか。ね、いや、もしかもね、まあ、今からするとクラシックな、この当時でもちょっと古い銃ですけど、うん、まあ、思いっきりあれですからね、ウエスタン調でありながら、全部オート拳銃とかですからね、これね。いやいや、なんかね、ともかくかっこいい、ね、見た目にちょっと騙されたっていうか、そうですね、で見てくうちに、ザブングルも英語でほら、わっちゅうやつ、ザブングルって出てくるじゃないですか、うん、あれがめちゃめちゃかっこいいんですよね。うん、で、いや、映画版のザブングルのポスターとかも超絶かっこよかった。うん。うん。何やったんですね、これ。まあ、ね、だって、マクロス以外でも超絶三角関係やってますからね、これは。はい、やってますね。うん。だからね、なんかわざとやっぱりキャラクターをちょっと3枚目っぽくして企画を通したんじゃないかなっていう。いやー、だそれがもうジロンアモソがかっこいいですよ。うん。だから内容的にはめちゃめちゃ大人の世界ですからね。うん。結局やってることもみんなで作り出した謎のマッチポンプですからね。あの世界ね。別に誰が悪かったの結局って。非常にね、内容的にももう最高ですし、このオープニングはもう文句の付けどころはありません。第8位です。第8位は何ですか？気候創世記、モスピーダです。あー。もうスピーダーもいいですよね。まあちょっともう死の子の言わずにちょっといきなり再生しますか。タツノコですよね、これ確かね。そうですね、うん、はい、なので押しましょう。気候創世記モスピーダーです。どうぞ。はい。これサンライズじゃないので僕は唯一まあまあまああれですよね、マクロス系を除けば、うん、まあね、これ曲がまたいいんすよ。被災市場ですもんね、うん、
なんか大もう大好きな店長が来ますよ、なんか最高ですよいやーいやー女性たちがねいいんですよ。でね、他の登場人物たちがね野心家すぎるんですわほんと ひどいですからね。いや、まあ、でもスタッフはそうそうたるメンバーですからね。うん。うん、ね、カナダさんもいますしね。最後がね、ちょっとなんかあんまりスッキリしない、なんか上品な終わりだったんでね。なんか、それが、あ、もう、みたいな。ね、いや最後裏声ですからね歌もこれは歌えないですね。これだいたい途中までは気持ちよく歌っててカラオケでね、最後になって完全に息切れするパターンですよね出せなくてこれ急にファルセット絡まされるとね子供にはちょっと辛いですよね。すごいですね、うん、もうスピーダーも面白いですね。あ、スピーダー面白いですね。メカ的なね、もうバイク変形と、うんうん、まあマクロス的なあ、そうですね。展開もありますしね。うん、あと、まあ、だから、その、弾幕系もね、これはちょっと早かったなと思いますけどね。うん、非常に、タツノコプロとは思えぬぐらい、うん、なんか普段のね、なんちゃら発信メーカーブーみたいなと全然違いますからね。まあ、ちょっとあれなんですよね。マクロスに比べると、なんか、丸みがあるのがこのオンスピーダーのメーカーの味ですよね。ちょっとね、丸いんですよね。そう。うん、だからちょっとね、ミンキーモモっぽいんですよ、なんか。ああ、確かに確かに言われると。そういう感じはしますよね。うん。まあ非常にこれはこれで、この世界観っていうのもちょっとね、あんまりないものが、ね。いや、向こうでは、だからあれか、ロボテックになってるのか。だから結構人気ありますからね、これね。向こう。ああ、あるんですか、うん。うん。そして、まあじゃあ、どんどん行きましょう、はい。はい。7位です。7位。はい。7位は超時空要塞マクロスです。はい。おお。まあこれももう外しちゃダメでしょ。え、7位は低いですね。いやいや、7位ですよ。でも、しゃーないですよ。上にもう、そうそうたる奴らがいるんで。はい。じゃあ、早速はい、見ますか。あ、もう一回行きましょう。じゃあ、超時空要塞マクロスオープニングです。どうぞ。あ、もう、ゆっくり光が、ね、光のところに入ってくる、あの顔がやばいですね。うん、このオープニング見たら、全然女子の関係とかなさそうなやつですからね。ねえ。もう本音と建前がもうごちゃごちゃになってるのがマクロスのね、楽しいところですから。うん。うん、メーカーはとにかくかっこよく描きたいんだけど、女の子もいっぱい描きたいみたいな。そうですね。これすごいですよ。風圧を感じてるこの、ね、飛行機の揺れを表現してるっていう。いや、もう違いますね。そしてまあガオークですよね。こう変形体を見て次はバルキリーに変わるっていう、この弾幕をくぐり抜けながらこう言ってるこの絵面はやばいですね。いやー、いいですね。そして一瞬出てくる真のヒロインですよ。ね、変形して相手を打ちながら無駄弾を打つのがいいんですよね、これね、最初。いいですね。うん。ほら、女子が、もうほら、うん。いやー、これはもう本当に今と違うなと思って見てましたからね。うん。林民明の理の字もないですからね。まあ、もうしょうがないですね。うん、もう真のヒロインじゃないんで。もうお前は歌だけ歌ってろっていうオチですから、これなんか。いやー、本当にこのオープニングだけ見たら、もうガチのロボット戦争ものにしか見えないですからね。まあまあね。歌もね。まあ、これはもうだってね、この頃の生き方を間違った少年たちの欲望が全部詰まってるアニメですから本当ね。いや、困りますよ本当ね、こういうの見せられるとね、本当に、うん、まあでも人間はまともには生きれないのかなっていう気も最近してきましたよね。まあそれはね、まあ、それでもあがくのが人間ですから。そうですね、まあなんか若い頃タオタオって言ってましたけど、うん、まあ、北山さんはあと20年したらタオに戻ると思いますよ。20年後の世界がね。もう全てを見た後に、もう白目がなくなってね、目から。それで、タオだっつってなんか言ってるのが俺見えますね。ほら、
あるじゃないですか。中国の昔の映画に、香港映画に出てくる、こう、白い眉毛がめっちゃ長いやつ。ね。うん、ああいうやつになってみたいですね、こう。いや、もうなってますね。あくび同士みたいなやつ、ぐーって。で、かーって。で、こっちの、なんか、コンタクトかなんかわかんないですけど、目めっちゃ白いやつね。あいつね。ああいうやつになってみたいですね。少林寺の、いっちゃん上なんですけど、なんかお前欲望あるよな、みたいな。まあ大丈夫でした。まあ、もしくは、あの、天空の剣のサモハン金峰ぐらいになってますよ、だから。ああ、最高ですね。まあ、眉毛同人でしたっけ、なんか、あれやってますから、ね。そう、眉毛、はい。いいですね。まあ、なので、まあ、これも1位にしてもおかしないぐらいなんですけどね。ね。でも10本なら必ず入れようと。はい、じゃあ次は。はい、6位は、非公開ガリアン。ガリアン、いいっすね。不遇な作品ですけどね。ガリアンはもう曲ですね。そうですね。曲は本当もうオープニングエンディング両方とも好きでしたね。あ、もうエンディングもそうですけど、まあまあまあ、あの同じ人はね、オープニングもエンディングもやってますから、うん、ちょっとまあもういきなりですけど、これも見ていただきましょう。はい、ということで第6位の非公開ガリアンオープニングです。どうぞ。やっぱりね、涼介さんの方がなんか僕はオープニングもエンディングも基本的には好きなんですよね。ああ、それはそうですね。うん、これもね、もうワンクールついてほしかったですね。そうですね。途中で終わっちゃいますからね。途中であのもう本当にあのガサラギもそうなんですけど、なんか人間が狂うところにどうしても行っちゃうんだよね、高橋君。そうですね。で、なんか知らんけど、カットされますからね、最後。レイズナーも本当に最後は南米で、なんか実は宇宙から人類の文明は、みたいな、なんか、うん、あの変なオブジェが宇宙飛んでくっていう、なんかすごい変な終わり方しますからね。やばいですね。まあでもこれはまあ、あの、ユーロックスがやばいなと思うんですけどね。ユーロックスっていうのは、あの、バイファムのオープニングやられたタオさんの、元メンバーたちで構成されているものです。はい。なので、まあ、バイファム好きな人らにもたまらん曲展開ですね。基本は本当はね、この人らも英語で歌うのが基本なんですけど。それがいいんですよね。向こうっぽく、うん。やっぱりね、最後月に向かって走っていくのがいいんですよね。暗いんですよ。いや、かっこいい。ガリアンはかっこいいですね。うん。うん。いやー、最高ですね。まあ、これ1位にしてもいいぐらいなんですけどね。うん、全部に言えますけど。ガリアン剣も本当にかっこいいですからね。あの、なんか分離してるのが合体するのも。そうそう。なんか、これもね、かっこいい要素詰まってるけど、なんか頭おかしになってくるんですよね。だんだんみんなね。何やったんですかね。そう、さっき言ってたガサラキも、まあ、これも2000年代に入るから言えなかったですけど、うん、ガサラキのオープニングもやばいですよ。いや、あれもおかしいですね。なんか急に、ポーンってなっていいよ、あれは。ロボットもんかと思うといきなり平安時代に。あの、足踏みやり出すとやばいですか。そう。鬼が降りてくるんでね。これで、ひょーってなんか、なんか、この丸円、なんか円の舞台みたいなのがズゴーンズゴーンと来るんで、なんか。あれは何やったんですかっていうのね、涼介さん昔ね、あの天王寺で聞いたことありますけどね、うん、飲み屋でね。そしたら、なんか取り入れたなって言ってましたよ。なんか取り入れたって言ってましたけどね。はい、じゃあ、はい。じゃあ、いよいよ5位。はい、もうトップ5いきましょう。まず5位は、はい、太陽の牙ダグラムです。まあ、もう、涼介作品の最高峰と言ってもいいんじゃないですか。で結構入ってますね、涼介作品、今回。入ってますね。入ってますし、これは珍しくこう、カットされなかったですからね。うん、最後までちゃんと放送してくれたという意味でも、うんうんうん、そうですね。だからまああれ途中で無理やり逆に伸ばしてくれって言われてやったやつですからね。いやーでももう第1話ですでにね、もう残骸となったダグラムを見るとこからして寂しいんですけどね。いやそれはもうあれで松本零士のね戦場漫画シリーズ読んでしたら来たなと思いましたからね。思いましたね。いやもうでも最終的にはほら革命の英雄にされるじゃないですか、うん、で英雄にされるんやけど、その太陽の牙っていうのがもうなんていうんですか、本来のものと政治とは別のものだったっていうことがね、うん、最後に知れるのがやっぱ悲しいですよね、うん、実際の先兵で働いてたやつらっていうのはじゃあ俺ら何やったんやっていうね、うん、
あれはなんか深い作品やなとも思いますが、まあ見ましょう。はい、太陽の牙ダグラムオープニングです。どうぞ。もう暗いですもんね。まあね。もうあの太陽の牙の字体からしてもなんかもうちょっと重いです。クインカシムなんか寒そうですから最初。なんかだけどすごい暑い星のはずなんですけどこれね。いやでも夜はやっぱりね、あの気温差が激しいみたいです。砂漠地帯なんで。最近もう年取ってきて日光がいかに体に悪いかって分かってきましたよね。本当ですか。やばい。よくないですよ。みんな本当にこれまあ涼しいんでしょうけどこの格好は。うん、いやー、何度見てもこの登場人物たち最高ですね。なんだったらね、ちょっと体がなんかすごくあの太ってる彼はほぼ裸ですからね、これ見てると、ね。そうですね。いやいやいや、彼らめっちゃ笑ってますけど、何も希望ないですからね。いや、これだけど、あれなんですか、横だからちょっとあれなんですかね、走り方は。ちょっと違うんですね。うん。疾走感がね、やっぱり横走るより縦走る方がかっこいいんですよね。なるほどね。うん、これはでもまあ前も生放送の時言いましたけど、風の表現ですよね。うん、がすごいなと思いますね。まああとあのちょっと歌じゃない音が入るじゃないですか。うん、そうですね。マガジンをこうカシッってやる音とか、銃をカシッって上げる音とか、うん、最後ブイーンっていう音とか。なんかそういう SE 的なやつをねこう混ぜ込んだという意味では、これは後のだから作品にどんどんつなげていって、最終的にはあれですよ、レイズナーになるんですよ。最後もうむちゃくちゃですよ。あ、首の骨をへし折ってやるになっちゃうんで。おかしくなっちゃうんですよ。ね、いやいやいいですね。なんかまたしっとりしててね、これはね、これはね、もう曲的にも最高ですよね。うん、うん、じゃあ4位いきましょう。4位、はい、はい、4位はジャイアントゴーグで、ともかくこんなに週物でやっててこんなに丁寧な仕事ができんのかっていうね、そうですね、ぐらいすごい映像だと思いますんで、早速見ていただきましょう。はい、いきましょう。4位のジャイアントゴーグです。どうぞ。これはもう巨人と書いてジャイアントですから。そうですね、下にちゃんとあの入れてくれてますから。これね、方眼紙グラフィックって本当にね、うん、ここで知ったって感じですね、僕は。うん、うん、まあ、美しいですね、何もかもが。いやもう過ぎ去った青春ですよ、本当にもう、うん、動きがもう滑らか、うん、戦車の揺れからゴーグの揺れから空の表現からもう何も文句のつけようがない、うん、なんすかね、うん、もう俺はあれですからね、後ろにいる、映画のレベルですよ。そう、後ろにいる謎の船長ですらもう俺はなれないですからね、これね。いやすごいですよ。これでもゴーグの乗り心地悪いでしょうね。いやこれは最悪でしょうね。もう胸には死体がいますからね、なんか、うん、しかもあのゴーグ別に上乗っけてること関係なく動きますからね。いや最高ですね。いやほがらかな青春もんなんかこんなんかね、ジムナイルものみたいな感じもね、すごくいいですね、うん、しますよね。でまあ、うん、その若干そのラブみたいなのもありますしね。いや淡 いですね、淡いラブなんですけどね、うん、ただゴーグは自分で運転しないのでその怖さは半端ないと思いますよ。まあまあもうゴーグの次の動き全く予想できないですからね。だから他のロボットみたいに俺が動かしてるっていうやつはまだわかるんですけど、ゴーグは勝手に動くんで、あの昔から思ってましたけど、頭乗っけんでもいいんじゃないかと思ってたんです。なんでいちいちあそこ乗っけるんですか。いやだから嫌じゃないですか、あそこ乗るの。
変なのいたし、中は絶対ダメです。いやもうあのサラサラになっちゃいましたけど嫌じゃないですか、あそこに。そう、うん、そうそうそう、まあ、浄化するけどそれは嫌やから。なんかもう山さんが言う通りだったら出してくれない可能性だってありますからね、あれ。終了ですよ。だってもう、うん、ゴーグはだって気ままなやつですからね。そうそう、あれもしかしたらね、あの異星人が亡くなった理由はゴーグが出してくれなかったせいの可能性もありますからね。いやー、だからなんかその辺も含みあってわけわかんないですよね。はい、次はで次は3位なんですけど、3位2つあります。でまずこっちからいきましょう。重戦機エルガイムです。お、これもだから第1期の本ですね、のオープニングが、うん、僕は好きなので。やっぱりあの長いんで後期になるとメカ変わったりするんですよね、うん、あとまあちょっとオープニングも歌変えたり ね、そういうのしはるんで、うん、そうしない最初のやつがやっぱり個人的には好きやったんで、ということで重戦機、まあエルガイムヘビーメタル、どうぞ。なるほど、あのタイトルのクレジットの入り方がなんかちょっとどんどん今っぽくなってきますよね。いや進化してますよね、うん、立体的になって斜めになって消えて、でまあなんていうんですかね、光の使い方とか非常になんかエフェクトをかけることを非常に重視してますよね、これは。うん、うん、まあこれもね本当に乱れた下半身の話ですからね、これ最終的に。もう頑張れしね。最高ですね。最高。ろくでもない、あの、下半身が乱れてる人間は世の中も乱れるって話ですからね、これね。いや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 、でもね、そんなもんなんかもしれないですよ。まあもうね、そっから始まりますから、命も。うん。そういやね、あの、かつてのノイジーズに出てた Y さん。うんうん、の今のあのお酒の飲み友達がミオさんやって言ってこの歌歌ってる人らしいですね。すごいじゃないですか。もう YouTube でね自分の歌の歌い方講座とかよくやってますからね。うん、で、うん、ミオさんと会いたいかいって言われたから会いたい会いたいって言ったんですけど、うん、そもそも僕と Y さんが会わないっていう。この間会ったら何年ぶり、8年ぶりに会いましたね。ですよね、うん、いやすごい話ですよ。ミオさんはねすごいですからね、本当に YouTube 見ても声が今でも、いやすごいですね、うん、まあもうこれはやっぱりあれですね、僕の中では長野守先生のまあまあほぼほぼ初体験というか、うん、長野絵というか、まあ、メカにも影響を及ぼしてるんですけど、すごいかっこいいな。そうですね、まあ、うん、作品自体の評価はねちょっと富野さんの他の作品とちょっとまたね異質なんであれですけど、うん、まあこれもやっぱメカデザインとか、うん、そのビジュアルなところは本当にすなんかそのね放送された当時もすごいなと思って見て記憶ありますからね。そうですね、ギターみたいにあの刺したりしますからね、うん、ってこうね、そういうところの表現とか、まああとこうヘビーメタルっていうね当時流行ってた音楽とちょっとなぞらえてるところも、うん、非常に今見てもかっこいいなっていうのは思いますね。はい、同じく3位なんですけど、これは聖戦士ダンバインです。あ、はいはいはい、この富野作品で、まあ、なくてはならないという、うんうん、まあザブングルとここ入れ替えてもいいぐらいなんですけど、なんかね全体的にいくと曲もね含めてこっちの方がやっぱ洗練されてる感じがしちゃったんで、ね、うん、はいはいはい、なので僕はやっぱこっちを3位に上げたいなと思いました、はい、ということでいきましょう。はい、聖戦士ダンバインオープニングです。はい、まあもうベースがやばいですよね、うん、で光の表現ですね、もうこの辺もすごいです。いやー、なんすかね、このダンバインのデザインも独特ですもんね。そうですね、ちょっとやっぱり今ってねガンダムの系統がそのままやっぱり主流になっちゃったんで、まあね、もう今もう今やもうロボットが出てくるって言うとそのチャンルしかなくなっちゃいましたからね。こういうねちょっと丸みを帯びたっていうか、なんか昆虫とかそういうところをモチーフにしてるらしいんですけど、うん、なかなかこういう表現ないですよね。もうねちょっとロボットアニメのデザインの進化っていうのがもう途切れちゃいましたから。そうですね、うん、この時やっぱのね
次はどんな感じで来るんだろうって楽しみした時もぐらいの感じですからね、うん、まあだからエルガイムと同じくやっぱりちょっとそこで止まってしまった系統かもしれないですね。今はね、いやーかっこいいですね。話はむちゃくちゃですけどね。いや楽しいじゃないですか本当に。まあ、話の中身でいうとエルガイムよりやっぱりダンバインの方がね評価高いと思うんですけど、うん、うん、まあでもむちゃくちゃですよこれ。もう頭おかしいですもんダンバイン、うん、もうあれどもうね今みたいな世の中になってくるとなんかもうなんか行き着くとことこんな世界になるのかなって気も俺最近しますよ。なんかもう本当に、うん、もう今や、ね、あれじゃないですか、まことしやかにもうみんなね世の中が地獄だと思い始めてるから、なんかこの世界はシミュレーションじゃないかってなんかそういうヨタ話も半ば俺はもう信じてる人がうっすらいるような気がしますよ。本当もうよくわかんない。いやいやもっとやっぱり現実噛み締めた方がいいですよ。いやいやもうね人間はそんな強くないですから、うん、いやもう ただの不景気ですからねこれ。まあ日本は特にね、うん、悲しいですね、うん、まあもうはいということでダンバインが3位でした。はい、でこれはもう個人的思い入れの強い第2位なんですけど、第2位はい、はい、超時空世紀オーガスです。え、じゃあ、超時空世紀オーガスですどうぞ。はい、これねマクロスの次の番組ですけど、うん、うん、これはねもうケイシー・ランキンっていうねもう、うん、将軍の作曲家ですよね、うん、がなぜかアニメソング界に来たというとんでもないことが起きましたね。いやだって一時期、まあ、今はもう当たり前になっちゃいましたけどやっぱこの辺りはアニメの歌ってなんかすごく超進化した時期ですよねこの辺りは。そうですね、うん、普通にいい曲その戦いとかそういうことをもうそういうのをやめてこういう流れになってましたよねこのぐらいの時期なってきましたね、うん、本当曲の良さで勝負みたいなね。だからまあマクロスのね続編やっていうこともあって、まあ、マクロスの表現確かにすごいんですけど僕はねオープニング的にはこう曲の良さとなんか新しい形をこう作り出したオーガスはいいんですよね、うん、いや、 やっぱマクロスが当たったっていうところでもうちょっと線がね三木本さんっぽくなってますからね、うん、特にオープニングそうですねこれ 今っていうかその後の三木本画風に非常に近いですよね。うん、いいですね。まあ本当はこれエンディングのねジプシーも最高なんですけどね、あれでしょアルバムめくるんでしょなんかアルバムじゃないでなんか前の作品と被ってますから、まあでも似たようなもんですよね。なんかよくわかんない炎の中で登場人物たちがぐるぐる回ってますから、ね、そうそうでなんかそう似てるでしょこの作り方が。あでもこれちょっとまかり間違ったらねオールドボーイみたいになりそうな話なんですけどね映画版の最後ね、うん、回避できてよかったです、ね、主人公が舌を切ればいいんだろうとかああいうことならないでよかったですよ。そうブエってならなかったから最悪だよあれ。申し訳ないけどあれ俺とぽい俺はもう本当面白くないあれはもう気分が悪くなってねいやすごい映画だと思いますよ。いやそれはね認めますけどでもねやっぱ1回しか見れない。もう無理もうやだもんで1回しか見たのに覚えてるもんなんか最後と、うん、残念ながら2回目はないんです絶対ないんですもうそれは。でまたね、うん、アメリカでリメイクって言ったら本当に面白くなかったですからねあれね。あそれはもうあれですか全然韓国版の方が上でした。いやそれは嫌だって嫌だなっていうことも含めてあれですよもう全く見るものがない映画になりましたあれね、うん、あやっぱり嫌なのがこの作品の味なんだなと思いましたからねいややめてほしいな原作があれないですからね、うん、いやない表現やっぱり一個ぐらいねぶっこんできますよね、うん、うん、恐ろしい。まあこれが第2位。はい、じゃあいよいよ1位。さあ、ダカダカダカって、これは入れましょうか、ダカ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 。もう僕のこれ見ればバレるんですけどね。はい、はい、1位は、銀河教室バイファムです。よいいっすね。まあもうこれを当時のねアニメをずっと追ってたアニソンを聞いていた人たちが衝撃を受けないわけがない、うん、そうですね。これはもう今見てもセンスいいですからね、うん、そうですねもう最高ですね。まあもう早速いきましょう、はい、銀河漂流バイファームオープニングですどうぞ。
これエンディングも入ってるんでエンディングまで聞きましょうか含めて最高ですから本当に好きなんですねバイオハム最高ですよ。なんすかね、ここまで文句のつけようのない作品もなかなかないでしょ。まあまあそうですね、もうそもそものところがダメじゃなかったら全然多分これは、うん、まあ、全部もうオープニング英語っていうのがまずビビり上がりましたよね。子供向けなのにっていうところはね、もうこの当時はもうそういうのこういうの、まあ、今でも珍しいですけど、子供向けなのにそうじゃないことを思いっきりやってる感じですからね、うん、そうなんですよ、うん、でワイヤーフレームでしょ、登場人物子供ばっかりでしょ、うん、ビデオノイズの映像入れてくるでしょ、うん、なんかもうなんかわかんないけどリンゴ食ってますもんいやいや、あの船乗りで新鮮なリンゴを食べるって超贅沢なことですから。いやだから非常にあのいいんですよ、うん、もう映像のかっこよさが全部詰まってますからね。一体バイハムなんやねんと思います。つなぎでかっこいいって言ったらよろしくメカドックとこれだけなんじゃないですか。だから、ね、あーつなぎかっこいいっすよねメカドックも欲しかったっすよね。なんかメカドックって書いてんの、うん、ね、飛行機、いやー、ね、もうね、やっぱちゃんと最後もうここには考えてあるんですね。もうそうなんですよね。まあこれちょっと飛ばしてもらってエンディング行ってもらった方が、これ別バージョンのオープニングが入ってるんでちょっと飛ばしてください、はい、じゃあエンディングいきましょう。いきますよ、はい、銀河漂流バイフォのエンディングです。どうぞ。もう順番で泣けますよね。順番で泣ける。もう銀玉だとね、頭のところに、ね、自分のランキングが出てくるギャグがありますからね、うん、いや本当にだからもうねケンツがもう最高すぎるんですよ、うん、ほら2人がイチャイチャしてるじゃないですか。マキとね、最高ですね、うん、いろんな性格の子供がいますからね、うん、でもみんながね、みんなね、その相手のことをこうあんまり腐すことなくみんなの性格そのまんまでいいじゃんっていう生き方してんのも好きですね。いやね、うん、やっぱね、そう考えると2000年前後の日本人はね、頭が腐ってきたんですよ本当に。まあ、嫌なことばっかりやるからそうですね。何かやっぱりまあ悪いことはまあ多少直していった方がいいんでしょうけど、なんすかね、このないんですね、のんびりさがね、うん、これはもう本当にもうね、意図的にもう本当に最後までそのいい人間っていうのをね描き続けたんで、そこがね素晴らしいですよ、うん、素晴らしいですね。途中で気の狂ったこともなかったですしね。そうちょっと微妙に、ね、うん、この演出はどうなんだろうっていうのはありますけど、まあただ、まあまあ、もう基本はもうあの悪い人はいるけど、やっぱもう根っからそのサディストだったりとかそういうことじゃないっていうね、うんうん、善意っていうのがもう前提としてあるっていうことでやってますから、それが嘘くさいっていうふうに感じちゃう人はもうこれバイハムダメですね。そうですね、うん、まあまあ、作り物としてこういう思想っていうのはまあ描くことはやっぱりいいなって思えるような、うんうん、大人も親もね、もうみんなまともな人らですからね、そう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 、極力、うん、まあ、若干いますけど本当に極力、まあね、あの拷問する人たちとかね、だからこれが、だからあれです。これが富野義行とかが、ちょっと絡もうかって言って、あんまり絡み出すと、後半子供たちがとんでも、何かの間違い、まあ何かの間違いが起きますんで。あったんじゃないですか？やっぱこういうのばっか流すと良くないなって思った一派が作ったんですか、バイホン。多分ね。切り離したんですよ、一回サンライズってのはこういうもんじゃない、だけじゃないよってことを証明してこないとダメだっていうことでやったんじゃないですか。そうですね。涼介さんもやっぱり狂ってくるんで、いや僕おかしいですか涼介さん、後半狂ってくるんで、ちょっとどうしようもないなって、あの二人に任せてたらっていう第三の男はいないのかっていうね、ところのなんかこうあじゃないですか。いやこれは本当に全体見渡してもこんなにあれじゃないですか、ジブナイルとか少年少女向けに作ったものもないんじゃないですか、うん、全部通して、うん、そのくせあれでしょ、オープニングおしゃれでしょ、うん、もう大人が見てもおーんっていう、でもタオはやっぱりねかっこよくって、なんか復活ライブみたいなのも超ね人が入ったらしいですけどね、うん、うん、非常に
だからまあ、あの、ガリアンやってたユーロックスもそうですけど、非常にね、やっぱりいいんですよね。オープニングエンディングがこう、うん、いい感じでやってて。うん。うん、あれですよね。ガリアンもね、終わりがまたいいんですよね。途中から全部英語になるんですけどね。うん、途中から歌えないんですけどね、子供の時。あの、口ごもる感じになる。口ごもる感じになる。瞬く星のあたりは頑張って歌うんですけど、その途中から、あれって全部英語になったよ、みたいなね。きつかったな、これは。でもかっこよかった。いやー、いいっすね。いや僕の独断と偏見による1位から10位。1位から10位。はい。はい、なんか漏れてんのありました？小杉さん的にはこれはもう良かったんじゃねえのかっていうのは。いやー、まあまあ、まあ、これでいいんじゃないですか、うん、うん。全部やっぱ、まあ、サンライズとか全部そこにやっぱ集約されますよ。うん、されてきますよね。どうしてもね。うん、で、やっぱり70年代と80年代はやっぱり一線を画してるというか、あの、80年代ってもう本当にロボットアニメのオープニングがどんどんかっこよくなっていった時期やと思うんですよね。ね、うん、あ、今日、まあ、うん、そうですね。曲で言ったらダンクーガとか。あ、ダンクーガ。この辺かな。まあいいですよね。オープニングエンディングの絵っていうのはまたちょっと別の問題ですけど、曲はね。うん。うん。そうですね。だからその辺はあったとしても、なんか、あんまり僕はこれ以外のやつはちょっと思いつかなかったなぁとも思いますね。うん。うん、まあ、あの、オーガス挙げましたけど、サザンクロスはちょっと僕は違うんですよね。オーガスも、うん、まあよく言えば本当にあの、これ、毎週やるにしてはちょっと話が込み入りすぎたじゃないですか。そうですね。ね、連続で見ると、あ、こういうことなのかとか、あと年を取ってくると、うん、あ、なんかあの、自分の娘がね、あんなでかくなって、しかもお父さんピンピンしてるみたいなところも、うん、あそこら辺のちょっと、あの、キャラクターの入り乱れ方が面白いと思うけど、いや、全然わかんなかったですからね。うん、この昔見てて。なんかもう、単純に絵とか女の子可愛いけど、よくわかんない話があって。しかも、ちゃんといい年してみた最終回見ても、やっぱり最後は、わかってんのはわかんないのは終わりですからね。よくわかんないんですよね。まあ、だから唯一入れるとしたらもう、あれですかね、装甲騎兵ボトムズ？まあ、そうですね、うん。うん。ぐらいかな。だからもうあとは90年代以降になってきますからね。というか、90年代の終わりぐらいになると、ほら、例えばブレンパワードとか、うんうん、まあ、90年代中期になるとマクロスセブンとかありましたけど、あの辺のやつってやっぱりなんかちょっと違うんですよね。そうですね。うん、なんか後でまた思い出して歌いたくなるとかそういうことじゃないですよね。ブレンパワードはなんかやばいもん来たなっていうのがね、そっちが先に立つんですよ、俺ね。なんでみんな裸になって動き出すのか、ね、なんでこんなでかいんだみたいなね。そうなんで、なんででかくなって。なんでみんな筋肉の女の人とかが裸で。最後は結果ふざして終わるのみたいなのがね。なんかチャクラ開いてますからね。なんか、ちょっとどうしていいんだか僕もよくわかんない。おかしなことになってきますね、本当に。で、2000年代入るとゼガペインとかになってくるでしょ。まあ、まあそうですね。無限のリバイアスも話も狂ってますからね、あれもね。でも、だからなんか、リバイアスって言い出すんで、もうなんか、僕らも頭おかしくなって。まあ、あとはもうカーボーイビバップだけですね。ああ、なるほどね。びっくりとか、オープニングですげえなって、なんか。ただ、まあまあまあ、これは、あの、違うのは、後で自分で歌おうってことはならないってことなんですね。曲だからあれ、なんか。うん、無理ですよね。あの、もう、なんか、ドゥンドゥ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 そうそうとかなんかそんな感じになっちゃうから。これなんか変な、なんか、あの、ちょっと旗から見てるとやばい人になっちゃうね、一人でやるとね。まあ一人で歌ってもやばい人なんですけど。そうですね。まあインストですからね、感のよくね、うん。あれぐらいですね、すごいな。あとはまあ、エウレカセブンが、あの、歌とは関係なく、あ、絵と関係なく歌だけ、なんかあれはだけど、俺たちのっていうよりは、なんかいい曲だなって感じなんですよね。いや、エウレカセブンはすごかったっすね、うん。うん。あれはすごかった。すごかったし、それだけにその後の続編たちがなんか、獅子類類な感じがするんですけど、ちゃんと作り直したじゃないですか、一回ね。なんだ、翼なんてねえじゃねえかっていうのが。いやいやいや。いってなんか。いやいやいや、いろいろとなんかね、どうしていいのかなみたいなね、感じのものも。マクロスもそうですね。なんかだんだんフロンティアとか、どんどん。曲はね。まああれは本当に曲がどんどんもう本当に、なんかアニメの曲からアーティストの曲に なってきちゃってる。なってきちゃってますね。今はね、本当そんな感じですよね、うんうん。うん。まあそういう感じで来たので。まあこの時代をね、パッケージしたものとしては。でまあ僕はちょっと基本的にはガンダムをちょっと入れないというか、
ガンダム、まあ、そうですね。あ、まあ、ガンダムはありますね。ガンダムのオープニングエンディングではね、実はそんなに僕は影響を受けてないっていうのが、まあ、ゼータガンダムは多分皆さん一番やっぱ好きなんじゃないですか。ああ、ゼータのオープニングね、うん、ガンダムの中でも、うん、ゼータのオープニングはいいですよね、うんうん、でもそうですね、ゼータもなんか狂ってますからね。まあ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 、うん、なんですかね、なんかあんまりカミーユのこと思い出したくなくなってきたんですが疲れちゃうから、まあ、あいつ疲れるけど、まあね、途中で挫折したのをちゃんとね、もう何年か前に全部ちゃんと見ましたけど、まあ、私なりに楽しみ方はありましたね。そうですか。うん。あと曲は ね、なんだろう、オープニングエンディングっては、劇中の曲が本当にすごいなと思いましたね。ああ、そうですね。すごいですよね。これテレビアニメのレベルでこれやったんだっていうのはね。ね、すごい出来ですよね。まあね、モービルスーツとかめっちゃかっこいいんですけどね。うん。うん。リック・ディアスとかね、キュベレーとか。それが、そう、アニメじゃないっていうところから、そこまでもなんか面白いって言えるかどうかがまた、あれじゃないですか。ダブルデータ。ダブルデータ。ダブルデータやばいっすね。でも、あれは久しぶりに見ても、ほんととんでもないアニメでしたけどね、あれもね。すごいですね。なんかわかんないけど、猿が進化したら最終的に柔道アーシュタインなんですよね。って。いいんですけどね。原始のマンを思い出しましたけどね、あれね、なんかね。ああ、やばいですね。まあ、そんな感じの、ちょっとダバなしも含めましたけど。いや、ありがとうございました。久しぶりに懐かしい気分になりましたね。はい、こういうのをね、はい、見ていただいて。当時知らない人もね、あ、なるほどね、こういうので面白いなってちょっと思っていただけると。はい、はい。非常に、アニソンはなんかね、いい気分にさせてくれますんで、はい。ぜひ見ていただければなと思います。ということで、パキさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。